キャプテン・ファズマは、スター・ウォーズシリーズの登場人物である、グエンドリン・クリスティが演じている。ファズマは、スター・ウォーズ族3部作の第1作目である、スター・ウォーズ・フォースの覚醒で、初登場した。クリスティは3部作の第2作目にもファズマが登場する、ことを認めている。ファズマは、フォースの覚醒で描かれる出来事の前のアンソロジー本である、 ビフォー・ザ・アウェイ a w a k にも登場している。JJ エイブラムスは、もともとは敵対者のカイロレンのために作られた装甲のデザインからファズマのキャラクターを作り、1979年の映画ファンタズムにちなんで命名した。もともとは男性として着想されたが、後に女性へ変更された。ファズマは、フォースの覚醒のプロモーションやマーケティングにおいて、 目立つように登場していたため、映画で重要ではない役割であったことが批判にさらされた。ファズマを演じたグエンドリン、クリスティー・ファズマの走行デザインはコスチュームデザイナーのマイケル・カプランによって引きられるチームによって作られ、もともとはカイロ・レンの走行デザイン案であった。むしろこのデザインが JJ ・エイブラムスを刺激し新たなキャラクターファズマが作り上げられた。 ファズマという名前は、その走行が1979年の映画、ファンタズムに登場する球体を思い起こさせたことから、エイブラムスによって名付けられた。カプランは、ファーストオーダーの見た目をレジスタンスのものと対照的になるように意図し、黒、緑がかった青色、鉄灰色のような色で表した。ストームトルーパーについても、同じ象徴性を持たせた上で、 より単純かつ現代的に改定した。カプランはファズマを極めてクールとなるように銀色の装甲を持つキャラクターとしてデザインした。ファズマはもともとは女性として着装されたキャラクターではなく本撮影が始まる3週間前に満たないキャスティングの間に男性から女性へと変更された。それによってファズマはザム・ウェセルに続き スターウォーズのスクリーンに登場した二人目の女性ヴィランとなった。キャプテンファズマによって映画制作者らは女性登場人物の伝統的役割の限界を押し上げることを望んだ。ゲームオブスローオンズのタスのブライエニー役で知られていた女優のグエンドリン・クリスティは情報リーク後2015年5月4日発行のバニティフェア市場でキャプテンファズマを演じることを公式に認めた。 クリスティはこの映画への出演を強く希望し、継続してエージェントに役を得ることができるよう要求していた。クリスティはファズマの初期の性別については気にしなかった。ファーストオーダーのストームトルーパーの司令官であるキャプテンファズマはカイロレンおよびハックス将軍と並んでファーストオーダーの三執政官の一人として描かれている。ファズマは 旧銀河帝国の皇帝シーブ・パルパティーンの所有物だったナブーヨットから回収されたクロミウムによってコーティングされた装甲服を着用している。クリスティは常に行動の最前線にいるわけではないものの大きな影響力を持つキャラクターであるという意味においてファズマをボバフェットと比較している。二0十五年の映画スター・ウォーズ・フォースの覚醒の第二弾の予告編で 初登場した。映画では失踪したルークスカイウォーカーの行方が記録された地図の探索のため惑星、弱空にある村への襲撃を指揮した。戦闘に勝利した後、ファズマと部下のストームトルーパーはカイロレンの命令によって村人たちを虐殺した。ファーストオーダーの帰還に戻るとファズマはストームトルーパーのフィンに対して再教育を報告するよう命令したが、 フィンは、ファーストオーダーから脱走し、レジスタンス側に寝返った。劇中の後半で、フィン、ハン・ソロ、中爆下が、ファーストオーダーの本拠地が置かれている、スターキラー基地に潜入したとき、彼らは、ファズマを人質に取り、ファズマを脅して、基地全域を覆っているシールドを解除させ、ゴミや宿器に、彼女を落とした。その後すぐに脱出し、 基地の攻撃に飛来したレジスタンスの X ウィング部隊に対しタイファイターの出撃指令をするシーンがあったもののそのシーンは本編からカットされた自作スター・ウォーズ最後のジェダイにも登場した作中では描写がないが前作においての失態の記録を抹消しそれを知る部下を抹殺しているとされているフォースの覚醒の前日タンアンソロジー Before the Awakening では、フィンを中心とする短いストーリーに、ファズマが登場している。このストーリーにおいて、ファズマは戦闘シミュレーションにおける、フィンの成績を監視し、フィンの技術を褒めたたいたものの、彼が自分より劣った仲間を救出したことを批判している。映画の過準備の一環として、ディズニーは2015年の、ホースフライデーに、数多くのスターウォーズの玩具を発売した。 こういった玩具の一つに声を変化させるはずまのマスクがあり、彼女のセリフが初めて公になった。その他に子供用の衣装やアクションフィギュアも発売された。ありがとうございます。